はい。トライアル生からですね、ご質問いただいたので回答していきたいと思います。お問い合わせフォームのシステムエラーが出て、お問い合わせできなかったということで、まずいただいてるんですけど、こちらすいません。あの、連続でご質問がちょっとできないようになってます。要は僕が質問漏れがないように、僕が、まあ、ずっとパソコンに僕貼り付いてるわけではないので、お問い合わせ来ます。で、まあ、僕がパソコンいてない、チェックできてない時は、 え、連打で投稿できないようになっていて、で、僕が確認をします。で、確認をして、それに対応に着手します。で、そしたら、システムの方でもう一回、とあの、おわせできるようにするんですよ。で、これなんでこういうことをやってるかっていうと、埋もれないためですね。で、しっかり対応して、次の質問もしっかり対応できるようにっていうような、ちょっと構造でやってますので、あの、一回質問します。じゃあ、30分後にもう一回質問します。もう一回30分後に質問しますっていうのは、できないです。 で、できる時きあできる時もあります。それは僕がパソコンに貼り付いてる時です。はい。パソコンに貼り付いてる時はすぐ対応するんで、僕基本的にね。で、すぐ対応するんで、その対応した時対応に着手したら、もう一回お問い合わせできるようになるんで。うん。でも基本的にまあ24時間でなんか対応はしてますので、よろしくお願いします。はい。すみません。僕がパソコンに付いてる時は、もうすぐこうや、やるので、まあまあ連打でいけるんですけども、ちょっと僕が、 その、見れない状態の時はね、すいません、ちょっとお時間いた,いただけると助かります。うん。まあ、最低でも24時間空けていただければ、まあ、絶対投稿はできますし、まあ、24時間も空けなくてもいけるとは思いますけど。まあ、もし、あの、そういう場合は、一応そういうことなんだなと。今、吉成さん、ちょっとパソコンの前にいねえんだなと。ちょっとチェックできない環境ですよね。ちょっと環境にいるのかなとかね。うん。まあ、ちょっとそう思っていただけると助かります。 はい。で、まあちょっとメッセージいただいてるんですけども、えー、月収30万稼ぐマーケティング戦略、その中に10年以上ビジネスを続ける極意と金、えー、金がめ、金が、目、金が目が眩んで落ちていった人たちをクリックすると、ドリームアカデミアに飛びます。ログインする画面になります。トライアル構成ではこちらのコンテンツは拝見できないんでしょうかもしよろしければ拝見できるようにしていただけると嬉しく思います。ということで、こちらですね。すいません。リンクが間違っておりました。修正しました。 はい。修正して、今、見れるようになってますので、えー、っと、ご確認いただければなと思います。見れるようになってます。はい。見れるようにしましょう。なので、まあ、またね、まあ、すいません。僕もミスするときありますので <laughs>、もし、あの、ちょっと、そういうことがあれば、ご報告いただければ、すぐ修正はしますので、すいません。ただ、まあ、今回ね、あのー、まあ、こういうふうにいただいてますけども、もしかしたら、もしかしたら、 あのすいません僕もいっぱい作ってるんで、ちょっとあれですけど、<laughs> あの、本コースしか見れないコンテンツももちろんありますので、えー、まあ、それはすいません、えー。すいませんって言います。それは本コースしか見れませんって言いますし、で、分かりづらい、それだと分かりづらくなっちゃうんで、もう消したりとかします。その場合はね。ただ、今回のリンク先のコンテンツに関しては、えー、別に本コースじゃなくても見れる、見れるコンテンツなんで、大丈夫です。あの、あのリンク、 飛ぶようにしてきましたので、きょあのえー、興味がある見ていただければな、確認していただければなと思います。はい、ということでいただいた質問に対して、えー、回答させていただきました。ありがとうございます。